平野紫耀ら新グループ結成にキンプリファン反発。メンバーの絆変わらずもファンに分断。元キング、リンチェの騎士ユータが滝沢、秀明氏の新事務所ョットをへ飛合流し同じ、元メンバーの平野紫耀人宮寺ユータと共に新グループンウンベルナンバー、アイ、を、結成したた。キング、リンチェは完全に2対3に、分裂してしまったことになる、R。 これに対して、著名なドラマプロデューサーが騎士らを痛烈に批判したことが物議を醸し、双方のファンの間で分断が起きるなど波紋が広がっている。騎士は15日、トベの公式 YouTube チャンネルの生配信で合流を発表。 同時に、平野、神竜寺と共に新グループを結成することが発表され、騎士が発案したという、ナンバーアイというグループ名が公表された。今後について、平野は、マストだけど、やっぱりコンサートはやっていきたい、と明かし、僕たちらしいものというか、そういうものを、たくさんコンサートに詰め込んで、ファンの皆さんとの距離感をもっと縮めたい。 まだ会えていない人っていっぱいいると思うから、くまなく会いに行きたい、と抱負を語った。平野と神宮寺は7月に飛べ入りしてから3ヶ月もほぼ活動休止状態でファンはお預け、送っていたが、9月いっぱいでジャニーズ事務所を退所した騎士を加えて3人で晴れて再始動となり、さらにコンサートはマストという言葉が飛び出したことでファンは喜びに湧いている。 そうした祝福ムードをよそに、ナンバーアイの結成に複雑な思いを抱いているのが、3人の脱退後に長瀬門と高橋山の2人体制で活動を続けているキング、リンチェのファンだが、ネット上のファンからは、3人で新グループって裏切りとしか思えない。 完全にタッキーの引き抜きじゃん。連海、流瀬高橋コンビの通称が、かわいそうといった否定的な意見が上がっているアーテイル。これに対して、ナンバー I のファンからは、3人は裏切ったわけじゃなく、新しい道を選んだだけ。 連会が、かわいそうって、自分たちの意思でグループに残った二人を否定してることになるよ。別の事務所に行ったら裏切り者とか、昔のジャニーズの思考回路と一緒じゃん、といった反論があり、SNS 上などで双方のファンによる争いと分断が起きている。この騒動に油を注いだのが、TBS のドラマプロデューサー上田博樹氏の発言だ。 亀出しが15日付の自身の XQ ツイッターで、まあ、人それぞれ、としか言いようがない。是非もない。ただ、俺は連解団。そこは不変、と切り出し、流せ高橋を指示すると前置きした上で人って道を踏み外すと顔つき変わる R。元仲間が困っている時に、背中から切りつける真似は、僕は好きじゃない、と。 私たちを批判していると受け取れるような言葉を綴った。これにファンから、想像力のかけらもないですね。双方に失礼です。などと批判が寄せられると、亀田氏は、タイミングは他にあっただろうと、僕個人は思いますけどね。他の方法もあった。自由はあるが、配慮のかけらもなかったよね。まあ、それは個人的意見で、彼らの幸せを祈ります。などと返している。 上田氏は木村拓哉が主演したビューティフルライフや桜井翔が主演した特上カバチなどを手掛けたヒットメーカーで、今年1月期には長瀬が広瀬すずと共演した夕暮れに手をつなぐを担当した。 そうした立場にある人物の発言ということもあって大きな反響を呼び、ネット上で道を踏み外すとか背中から切りつけるとか言い方ひどすぎ、三人の気持ちを尊重して送り出した連会の思いを踏みにじるような発言といった批判が寄せられ、炎上状態となった。亀出しは、まあ、人はそれぞれ都市会よ用がない。是非もない。お気を悪くされた方にはお詫びします。 と謝罪して話題を切り上げたが、批判が収まらない状況だ。どうしても、に井さんの対立的な構図で語られがちだが、党の5人の間にはわだかまりがないようだ。8月に長瀬のラジオ番組。 キングプリンス流瀬角のレディオガーデン文化放送に騎士がサプライズ出演し、同じくゲストとして呼ばれた高橋を交えて3人でトークしたが、この時に長瀬はみんな一人一人自分たちが選んだ道を楽しく進めてるわけやから。これから騎士くんがどういう活動をしていくか知らせられる時期はまだ先かもしらんけど。 それも、岸さん自身が選んだ道やし、俺ら二人もね、俺ら自身が選んだ道やから、ファンの人には温かく見守ってもらえたら、と語り、それぞれの選択に納得していることを伺わせた。もし、裏切り、だと思っていたら、もう少し違った表現になっていただろうし、わざわざ番組ゲストに呼ぶことはないだろう。さらに番組では、岸が一生応援してます。 と、長瀬と高橋に呼びかけると、長瀬は、それはこっちもよ。仕様と人、神宮寺のことも、もちろんね、とエール交換していた。また、高橋も4月に出演したトーク番組で、メンバー3人が脱退するグループの今後について問われ、僕はメンバーのことが何よりも好きなので、みんなが幸せに暮らせたらいいなって。 ずっと友達でいられたらいいなって思います、と涙ながらに思いを告白していた。これも3人のことを裏切り者と思っていたら出てこない言葉だろう。一方、平野はジャニーズ退場直前に出演したバラエティ番組で一番仲のいい人はと質問されそれにメンバーかもしれないですね。メンバーとはしょっちゅう遊びに行っています、と回答するなど、 こちらも絆の深さを感じさせた。また、騎士は6月に出演番組のロケで韓国を訪れた際、キングプリンスへのイレバントスシングル、月読み、彩りの特典であるキーホルダーを私物のナックサックにつけている姿を現地の人に撮られており、グループ愛の強さが浮き彫りに。人流ジは脱退発表後メンバー5人でロケをした帰りに5人でプリクラ撮ろう。 と言い出しファンの間でも有名な絵もすぎる、プリクラが誕生するきっかけを作るなどこちらもメンバーとグループに対する愛情が深い。歩む道は異なってもメンバーたちの絆は続いている。だが、ファンの分断や争いは激しさを増すばかりとなっている状態だ。このような状況はメンバーたちも望んでいないはずだが、